子バレーボール柳田正弘選手と陸上競技山形亮太選手です。今日はよろしくお願いいたします。はい、ではここスーパースポーツセビオセブンパークアリオカシノ店にはあらゆるスポーツの商品が並んでいます。各競技でお二人のようなトップアスリートを目指して日々練習している部活生がたくさんいると思います。そんなアスリートへ今日はお話をお聞かせください。では早速ですが、二人がアドバイザーを務めるエイムトレーニングのコンセプトになっているアスリートの志から聞いていきますね。何か志しているものはありますか？またここでなんか引き上げるために志してきたことを聞かせてください。では柳田選手お願いいたします。はい、あ、皆さん、はい、こんにちは、柳田です。足を運んでいただきありがとうございます。先ほど志ということで、はい、まあ、僕ツイッターとかそのアシックスさんの方でもいろいろ投稿させてもらってるんですけど、まあ、スポーツっていうのは僕が思うにその自分がやりたいことをやることで誰かのためになるようなものだと思っているので、自分がこうやるんだっていう決めたらそこはこう突き抜けるまで、まあ、続けるだったりとか、その目的にこだわって、目的と結果にこだわってやることがもちろん自分自身のためになると思ってますし、例えば応援してくれるファンの方だったりとか家族だったりとかいろんな人のためにもつながってくると信じてやっているので、まあ、それを一つ、まあ、志というか、まあ、テーマに沿ってバレーボールやってるかなと思います。そうなんですね。ちなみに柳田選手は今シーズン東京グレートベアーズに移籍されましたが、新チームでの抱負もお聞きしてもいいですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、今シーズン東京の方に僕生まれも東京ということで故郷の方に帰ってバレーボールをするっていうことがすごい感慨深く、その中でやれるのはすごい幸せですし、まあ、現在ちょっと勝ちより負けの方が先行している状況なんですけど、まあ、チームとしてはすごい前向きに、次のことに取り組みながら成長している最中ですので、まあ、そういったところも含めて僕の成長と一緒に皆さんも、一緒にこうその成長を見届けていただければなとは思います。そうなんです。ありがとうございます。山形選手も志としているものはありますか？はい、はい、ありがとうございます。あ、皆さん今日はありがとうございます。成功の山形です。ありがとうございます。そうですね、自分もそのアスリートとしての、まあ、志というかここまで意識してきた、まあ、ことはやっぱり、まあ、陸上競技ってタイムを競う競技なんで、もちろんこう競う相手っていうのはいるんですけど、やっぱりこうなんていうか常に自分を超えるっていうか、自分はその自己ベストを超えていくっていうのが、すごいアスリートとしてすごい大事なこと、自分に向き合うっていうのが大事なことだなと、そういうことを意識して今日まで走ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。山形選手といえば男子 100m で9秒95という日本記録をお持ちですが、その偉業を裏側にはどんな気持ちがあったんでしょうか？そうですね、まあ、本当に9秒台って 100m の世界でその9秒台っていうのは本当誰もが憧れる領域だったし、まあ、ちょっと前までは日本の選手には10秒切れないっていう、まあ、言われている、まあ、時期があった中で、まあ、そこをなんとか超えたいなっていう思いでやってきたんですけど、はい、2012年に10秒0台を初めて出してから9年間もう記録が伸びなくて、で、まあ、結構つらいというか、まあ、しんどいなっていう時期はあったんですけど、まあ、それでもこうその自分をさっき超えていくっていうのをすごい何度かこうやっていった結果、まあ、何とかこう2021年に出すことができて安心しました。すごいです。本当にその偉業の裏側にはそんな気持ちがあったんですね。すごい。柳田選手はキャプテンとして出場したアジア大会では銅メダルを獲得していますが、その大会でもその結果を求めて自分がやるんだっていう試合気持ちで試合に臨んでいたっていうことでしょうか？そうですね、まあ、日の丸をこう、まあ、背負って戦うっていうところで、うん、まあ、久しぶりに僕自身も代表活動に戻ってこれたので、その思いっていうのはもう、まあ、例年以上に持ってやっていたつもりですし、まあ、アジア大会というところで僕にとってもなかなかないチャンスだったので、まあ、いろんな世代が今シーズンの僕のチーム代表のチームにはいたんですけど、その意思っていうのを一つにみんながまとまって銅メダルを獲得することができたので、
まあ、非常に僕にとっても大きな経験になったと思います。ありがとうございます。お二人はご友人というふうにお伺いしたんですけども、プライベートとかでも話されたりするんですか？いや、あの、ね、だからちょうどさっき裏で、はい、すいません、さっき裏でその話をちょうどしてまして、はい、いや久しぶりだねって話をちょっと山形君としてて、うん、じゃあご飯行こうってちょうどその話をして。まだご飯には行ったことないんですね。はい、僕ら大学同じで、同じその2014年に卒業、15年かに卒業してるんですけど、はい、まあ、そこからこう何度かこう僕ご飯誘ってるんですよ。あら、誤解しちゃうから、ね、そういうくだり話しちゃうと誤解しちゃうから、まあまあまあ、ちょっと忙しい選手なんで、うん、まだ、はい、タイミング合ってないんですけど、お互い忙しいんで。いや、お互いですか、はい、後ろの方も聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？おー、たくさんの方たちが来ていますけども、びっくりしましたか？多いですよね。ね、びっくりしました、本当に。ファンの方たちが本当多いんですね。ありがとうございます。ではここでアシックスエイムトレーニングプレゼンツということですので、柳田選手、山形選手がアドバイザーを務めるエイムトレーニングウェアについて伺いますね。今着用しているエイムトレーニングの印象を教えていただきたいんですけども、どうですか、着てみて。僕毎年もちろんこういろんなウェア着させていただいてるんですけど、はい、やっぱり僕アスリート、まあ、山形君もそうですし、はい、動きすごい激しい動きしたりとか、はい、体調管理だったりとか、まあ、今だったら特に季節の変わり目だったりとか、うんうん、でもこういういつも着させてもらってる頃今回のエイムのウェアもそうですし、自分がこうちょうどいい肌感でかつその体温もちゃんと守られてっていうところで、移動着はもちろん練習のウェアとかでもすごい使用させてもらってるので、今回もこれ着させてもらってるんですけど、はい、すごい着心地よくて、まあ、僕スポーツやってるんですけど、すごいちょうどいいなっていうところで、はい、使いやすいです。もしよろしかったらちょっと真ん中に立っていただいてですね、はい、後ろの方たちにも見えるようにちょっと、はい、今スクリーンがありますので、ぜひそうですね、もうちょっと、先端になりました。一周もしくは2周回っていただいてもよろしいですか？ゆっくりゆっくり見えますか？そういう、なるほどなるほど、じゃあ僕回りますね。はい、はい、いや様になりますね。大丈夫ですか、見えますか？はい、大丈夫です、はい、見えますか？はい、はい、素敵です、はい、ありがとうございます。何かどうぞ、全然一言。いや全然すみません、見えたかなと思って、はい、見えました。大丈夫ですか？大丈夫そうですね。大丈夫そうです、はい、ありがとうございます。どうぞ着席ください。すいません。じゃあでは山形選手も着てみてどうですか？そうですね、まあ、本当に今彼が言ってくれた通りというかなんですけど、はい、まあ、これ着てやっぱりトレーニング普段こう僕らは走ったり、まあ、するわけですけど、はい、まあ、こういう寒い時期とかになんかこのあったかいウェア着たいんですけど、なんか重たいことがすごい多いんですよ。なんですけど、これはすごい見せた方がいいかな。そうですね、はい、ぜひ、見えますね、大丈夫です、ね、なんか裏にすごいこういうあったかい肝みたいな、はい、肝じゃないな、これなんかついてて、肝ですか？はい、肝でございます。すごいあったかいんですよ、これあったかくて、高いです。なんかすごい軽くて動きやすいんで、まあ、僕らみたいな外でしっかり走りたい、あったかい格好をして走りたい人にとってはすごいありがたいなっていう感じですね、はい、もしよろしければセンターで回りますか？回っていただいてもゆっくり、はい、はい、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、すいません、はい、ありがとうございます。拍手が起こってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこのお二人がウェアに一番求めることって何ですか？難しいですか？僕は結構汗っかきなので、はい、こう通気性だったりとか、はい、なんか速乾とか、はい、そういうのは、すごい求めるというかあったら嬉しいなって思うんですけど、まあ、こういうのはもうそのあったかいけどその蒸れなかったりとかはすごいあるので、まあ、すごいそこもなんか使いやすいなと思いますけど。トレーニングメニューなどでウェアの使い分けをしたりはしてるんですかね？あります、すごい。そこは例えばボール触るときと、はい、
じゃあウエイトトレーニングって例えばあのトレーニングですかね、うん、するときはもちろん違いますし、例えば季節によってももちろん何着るかだったり、あの体育館でやるにしてもどの場所でやるかによって、まあ、その室温が若干違かったりすると、まあ、僕とかは特に温まるまで時間がかかったりとか、時間かけて体を温めるタイプなので、なんかそういうところでじゃあこれ着てみようとかあれ着てみようとか、もっとなんか重ね着しようとか熱くなったら脱ごうとか、そういうのはよく考えてます。何着ぐらいあるんですか？結構着る決まっているのは何種類かちゃんと 3,4 種類あって、それに例えば今から冬のシーズンになってきたらもう1着足すとか、はい、あの夏場よりももちろん持っていく数が増えたりとか、まあ、夏場は夏場で着替える回数が多いんで、それもそれでちょっと持っていく荷物は増えるんですけど、まあ、そういったその季節とか状況とかに合わせて、まあ、何持っていこうかなっていう考えたりはしますね、はい、すごいですね。山形選手もあのそういうトレーニングメニューなのでウェアの使い分けはしていますか？はい、あのもちろんあのウェアの使い分けしますね。あの走るときは外が多いんですけど、やっぱり、はい、あの僕らもこうトレーニングのときとかは中であのやることが多いんで、まあ、暖かくなったりしたらなんて言ったらいいんですかね、こう温度調節がしやすいようにあのなんか重ね着をすごいして、まあ、つけりゃ脱いでみたいな感じであの使い分けたりしてます。外での練習の時っていうのは結構もう着込むという言い方もおかしいですけども、はい、どれくらい重ね着をするんですか？そうですね、あの冬とかだと、はい、もう一番あの着る時であのベンチウォーマーみたいなのを着てウォーミングアップをして、はい、でまあ、そこに1枚ずつ脱いでいくみたいな感じ何枚ぐらいかな、まあ、4枚5枚ぐらい行くことあるかもしれないですね、はい、1日にそのくらいの枚数を着るんです ね、はい、まあ、汗かいてきたらやっぱ最後はすごいペラペラペラの服で冬でも走るんで、はいはいはい、ありがとうございます。今普段の練習への取り組みの姿勢についてお伺いしたいんですけども、あの競技特性を踏まえた自身のストロングポイントについて何か教えていただきたいんですけども、何かありますか？なんだろう、競技特性を生かした、はい、そうです、ちょっとね、僕はなんかあの自分では運動能力が高い方ではないと思ってて、やっぱ周りの人がすごくて、そういったその単純な運動能力以外のところで勝たなければいけないと思ってるので、例えばバレーボールだったらもちろん例えば高く飛ぶ以外にもそのボールのスキルだったりとか、そのバレーボールをじゃあどれだけ考えて理解できてるかっていうところとか戦術とかも入ってくるので、チームスポーツなので、まあ、そういうところでこう勝っていかなきゃなっていうところはあります。なので、まあ、今回もこのウェアの話ともちろんつながるところはたくさんあるんですけど、まあ、体調管理とかで少しでもこう怠ったら多分そういった能力高い選手にはもう僕は追いつけ、もっとこう差がついちゃうので、ベースはそこはちゃんとこうちゃんと追いつけるとか引き離されないようにしつつ、他のところでこう補完しながら戦ってるというイメージです。はい、自分の特技というかストロングポイントっていうものは頭ですか？まあ経験はちょっと、はい、まあ、他の選手よりはまあ、あるかなとは思うんですけど、まあ、理解、そのバレーボールを理解するっていうのは、まあ、今一言で言ったんですけど、まあ、いろんな、はい、どういう側面を理解しているかっていうところも、まあ、もしかしたらあるかもしれないです。ありがとうございます。山形選手もストロングポイントにするためのコツだったり、するためのコツ、するためのコツ、はい、いろいろそのどういうものが得意なのかっていうのがまだわからない方たちともいらっしゃると思うので、 それを作り上げるコツ教えていただけたらなと思います。はい、あのでもそうですね、あの、はい、僕、まあ、僕も本当一緒なんですけど、あの、まあ、陸上競技の世界でそのフィジカルの勝負って、まあ、だけの勝負じゃもちろんないんですけど、まあ、フィジカルの話で言うと、結構、なんていうんですかね、自分よりもこうなんかこうレベルの高い選手っていうのはあの、まあ、世界を見渡した時にも結構いるだろうなというふうに思っていて、ただその中でどうやって勝っていくかっていうことを僕もやっぱ考えるようにしなきゃいけないなっていうふうに思っていて、まあ、最近すごいあの自分の中でホットワードなのは、
はい、やっぱり経験から来るその研ぎ澄まされた感覚みたいなのはすごいやっぱ大事だなって思ってます、はい、とてもうなずいていますけどもそうです、もう僕らもそういう世代になってきてるなっていう感覚いやもうなんかすごい分かる気がします、うん、ちょっともうレベルが高すぎて、そうなんですよ、いい年なんですよありがとうございます。今学生へのワンポイントアドバイス、その学生時代はどのようにウェアを選んでいたか、どのように選んだ方がいいのかなどお聞かせいただけますでしょうか。どういうふうに選んでたの、いや正直なんか今の自分たちからするとなんかもっとちゃんとやればよかったなとやっぱり思うところはたくさんあります。なんかやっぱ体が、はい、なんか丈夫というかなんとかなっちゃうことが多かったので、冬もなんか寒って言いながら半袖半ズボンでやったりとか、いや寒いなら着ればいいのにって今思ったりとかするし、なんでまあ今の僕らからアドバイスするんだったらそういったところ、今回のウェアの話じゃないですけど、まあ多分それもここまでいろんなウェアを着させてもらって、なんか感覚、肌で感覚でちゃんと感じてるから、それも経験になったりとかしてるかなとは思うんですけど、当時の僕はもう本当に膝痛いって言いながらなんか寒いのになんかジャンプしてたりとか、それはなんか大丈夫なんですかって今の自分だったら言いたくなっちゃうけど、でも若い選手っていうのはそれぐらいパワーがあって可能性もあって、だその可能性をどうするかっていうのはやっぱりこういうウェアだったりとかギアだったりとかアイテムとかそういうものでも多分可能性ってガンガン広がっていくと思うので、で僕はそのところの僕には言いたいんですけどはい、じゃあいろいろ着てみて何が自分に合うのかっていうのを見極めてほしいということですかね。感じかな。そうですね、もうたくさん着て、はい、本当になんか今ウェアとかもすごい進化してて、いろんな機能がついてきて、まあ、デザインもいろいろあると思うし、好きなやつとかあると思うし、もう全部そういうのを、まあ、着れるだけ着て、人から借りたりしながら着て、そうですね、はい、金がかかりますか、その感覚を磨いてほしいですね、はい、ではそれでは最後に、本日この会場にもお二人のようなアスリートを夢見るヤングアスリートに向けてアドバイスをお願いできますか。ではまず柳田選手、よろしいでしょうか。はい、アスリートでいられる期間っていうのは限られていると僕は思うので、はい、それは多分僕でも今これから出てくる若いアスリートの選手でも同じだと思います。なのでそういった一日一日をどう過ごすか、あとは今回のイベントでもいろいろと話させていただいたんですけれども、どのウェアをどうやってどこで着用するか、どうやって利用していくかっていうのも、もうそのいろんな方向で向き合って競技にこう関わってもらえると僕もすごい嬉しいですし、そういったところは多分今まで以上にその今の世の中っていうのは情報をキャッチできると思いますので、そういったこうアスリートの自分のレベルをアップする、アスリートのその競技力をアップするというところでも、まあ、僕も頑張るので一緒にレベルアップしていければなと思います。ありがとうございます。では続いて山形選手、子どもたちへのアドバイスをいただけますか。はい、ありがとうございます。今本当に柳田君言ってくれた通りだと思うんですけど、本当に目の前のちっちゃい、まあ、課題というかことをもう少しずつ積み上げていけば、そのアスリート、まあ、トップアスリートに、まあ、そういう夢を持った少年たちもなれると思うので、とにかく目の前のことを一個一個積み上げていく、そういう気持ちで頑張っていってほしいなと思います。ありがとうございます。では柳田選手、山形選手、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。